開幕週で先行有利だと思い先行を起こって外した経験ありませんか？どうも、加藤ちゃんと申します。僕は人に感謝をされるコーチを見て、自分も人に意見を発信して、その人の物事の考え方を変えたり、新たに加えたり、そのことを通じて人の現状を良くできる。そんな人はかっこいいなと思い、そうなりたく、馬券リスの発信活動をやってます。競馬ブロガー加藤ちゃんです。さて、今回はですね、開幕週は先行有利と知っているのは実は馬券で外す要因だったということでお話をします。今回の内容、去年ですね、発信した時実践した人は、馬券で稼いだお金で中京競馬を当てることができて、大切な人に、叙々苑の高級焼肉を奢ったりですね、あるいは大切な人を旅行に連れて行ってあげたり、そんなことをしてました。でも今回の内容を実践しなかった人は、自分がですね、勝手な馬が真っ先にゴールに飛び込んで、そしてモニターにズアップで映るシーンを見て、この馬最後に決勝なんだよな、と、なんで来るやと。そんな風に、ただ後悔だけをしました。それでですね、この両者何が違いがあったか。両方とも開幕週は先行有利というのは知っていたんですよね。でも、あることをやってなかったため、こんだけ差がついちゃいました。では、あなたが、そんなですね、後悔をする人ではなく、馬券を的中して喜ぶ。そういう風になるためには何を知ったらいいかというと、中京競馬の開幕週で、この開幕週は先行有利というのにプラスして知っておくべき2ステップ。これを知ればいいんですね。はい。じゃどのような2ステップかというと、まずステップの1個目ですね。その馬が、阪神、東京、中山のいずれかで構想歴がある。これを見てください。構想歴というのは3着以内ですね。はい。で、ステップの2個目。関西馬かどうかも見てください。関西馬かどうか。まあ、やはり競馬というのは成功到底という、まあ、いわゆるですね、まあ、関西の方が強くて、関東の方が弱いという、定説がやっぱりありますが、やっぱりこれ条件戦で見てると、やっぱり、これはまだ通用しますね。一勝クラスから三勝クラス。なので、関西馬かどうかも見てください。この2ステップが大事なんですね。関西馬であり、かつ阪神、中京、阪神、東京、中山のいずれかで3着以内がある関西馬。これを狙うのがいいです。で、最後にワンポイントアドバイスとしては、55キロと52キロというね、3キロ差が生まれる。年齢ですね、年齢。年齢によりこんだけ筋量の差が生まれるんで、3歳馬かどうか見てください。3歳馬は筋量軽いです。なので有利です。はい。では最後にこれを覚えておいてください。開幕週は先行有利とだけ知っておくのではなく、それに加えて、差のある東京、阪神、中山で3着以内があり、かつ3歳馬、そして関西馬であること。これを押さえてください。これを満たした馬が、上位に来ます。それでは今回は以上です。ありがとうございました。なお最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせです。愛されて2年と3ヶ月、1350人が目から朗読いった最新の馬券率の全貌。下記動画説明欄ブログで流します。ここで話してない理由はとても長くなるため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。なのでですね、今動画を聞いてくださっているのは今なんで、馬券率が今一番頭に入りそうです。あなたが今情報を受け取るとですね、あってるので、今が一番馬券率が頭に入りそうです。なので今すぐ書き動画説明欄の動画の方をクリックしてください。それでは今回は以上です。カズちゃんでした。ありがとうございました。